ビールのゆみかです。そろそろね、皆さん私の名前覚えていただいたのではないでしょうか。ゆみかですよ、よろしくお願いいたします。そう、後ろにね、黒いボディの、トヨタワゴンございますけれども、大丈夫ですか。私ちょっと黒黒で同化してないですかね。ね、大丈夫ですか、同化してませんか、大丈夫でしょうか。本日は先日ご契約いただきましたトヨタハイエースワゴンご紹介させていただきます。平成28年式、走行3万7000キロのトヨタハイエースワゴンです。ビールのハイエースカスタマイズブランドハーツの製品を多数装着させた車両です。バッドフェイス、悪い顔してますね。リバイブフロントスポイラーでございます。さあ、こちらですね、シンプルかつハーツの人気商品です。さあ、続いてフォグランプです。さあ、こちらですね、 LED バルブに交換しているのですごく明るいです。さあ、こちらですね、3列目の標準の座席を取り外してベッドキットになります。さあ、そしてこの厚み見てください。この厚みね、たっぷりと取っているのでクッション性もすごくいいです。さあ、肘をついてもこんなにね、しっかりとこう跳ね返って寝返りを打っても、ね、めちゃくちゃ気持ちいいです。さあ、そしてこのワイドなボディを生かして2人でもゆったりとのんびりと寝転ぶことができます。さあ、では内装もご紹介させていただきます。はい。さあ、このシートカバーですけれども、フィット感、ホールド感ね、座り心地が良くて快適です。アームレストです。さあ、これがあることによりまして、ロングドライブも疲れ知らずです。もともと新車コンプリートでお買い求めいただいて、新しい車に乗り換えるということで下取りに出していただきました。その後、あまりのスタイリングの良さと品質の良さに惹かれて、すぐに新しいお客様にお買い求めいただいた車両です。ザ・フィールにはこのように品質の良い下取り車両がたくさんございますので、ぜひご覧いただければと思います。チャンネル登録もお忘れないようにお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。